胸キュン。それは心に咲く甘い痛み。その神秘を紐解くべく、ガラケー時代から伝わる大人の読み物アプリ百シーンの恋プラスをバイブルとする秘密の研究機関があるという。中澤雅人も佐藤拓也の胸キュンラボ from 百シーンの恋プラス。サポーターの皆さん、こんばんよ。胸キュンラボ研究員の中澤雅人です。はい、同じ研究員の佐藤拓也です。こんばんよ。なんとね、今日はね、うん、ゲストが来てるんですよ。来てるっていうか、もう座ってっからね。もうね、そうね、ここにいるんだよ。もうそういるんですよ。喋ってもらって構わしないから、うん、ね、もうね、全然構わない。こちらの方が来ます。でもまだちょっと名乗らないでね。はい、別に名乗ってもらっても構わない。別にそういう自由さ。なんで、寛容に。全然いいんだよ。まあ、というわけでね、先週の配信を聞いてないラボさあ、一回ちょっとここで停止していただいて、先週ちょっと聞いてほしい。全然もうこれから聞いたって構わない。なんでもありだ。寛容だな。すごい寛容。いいじゃん、まあ、せっかく聞いてくれてんだよ。ほんとそうだよね。僕は台本通りに読んでんだよ。そうですね。くそ真面目だな。というわけで、今夜のテーマ発表でございますけれども、今夜の研究テーマはタイアップです。大事なことだ ね、うん、アイドルグループが胸キュンラボテーマソングをこの研究室にキラキラな下駄を履かせてもらうぞと。もう若い力を借りてね、おじさんたち頑張っていこうと思いますけれども。そうそうそう、一気にね、平均年齢を下げてね。本当だよね。世代ギャップを感じながら、配信をしていきたいと思います。ありました。じゃあね、ではムネキュンの調査と解析を深めてまいりましょう。ムネキュンラボ開講のお時間です。中澤雅人も佐藤拓也のムネキュンラボ from 百シーンの恋プラス。さあ、というわけでご紹介いたしますよ。今回は胸キュンラボのテーマソングを担当するミックから、こちらのお二方がお越しくださいました。はい、胸キュンラボをお聞きの皆さん、こんばんよ。ミックの倉田直樹です。うい、同じくミックの青木陸人です。こんばんよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあさあ、この度ご縁がございまして、胸キュンラボとのタイアップが実現したメンズアイドルユニットのミックでございますけれども、まずはどんなグループなのか教えてください。はい、はい、青木くん、よろしくお願いします。はい、わかりました。関係性わかるじゃん。めっちゃ振るのは確定なので。はい、僕は17ライブという配信アプリで、ライバーやらさせてもらってまして、はい、公認でやらさせてもらってます。そこでちょっと男性1位を取らさせていただきます。すげえ、1位すげえ。ね、じゃあジュノンなど、表紙バンと1ページ大きく、すげえじゃないですか。だったり、雑誌スマートとか、おお、知ってますよ。本当ですか。連載をさせてもらったりしました。すごい。はい、じゃあ倉田直樹くん。はい、ということで、今彼が言ってたジュノンという雑誌なんですけど、はい、僕はそちらのジュノンの雑誌のコンテストで、ファイナリストになることができました。やばい。すごい、ジュノンボーイじゃん。もうガチジュノンボーイ。ガチジュノンボーイだ。2人とも顔ちっちゃいのな。身長も高いのな。本当に。そして、今回ですね、お二人にお越しいただいてるんですけども、はい、他にもですね、佐藤真人さん、こちら元ジュノンボーイアナザーズ、はい、そして、はい、平賀雄星さん、ミスターコンテスト北海道東北地区のファイナリスト、そして三橋薫さん、ミスターコンテスト中部地区のファイナリストということで、どうだい中澤研究員。いやーっていうか、もう北海道から中部からそれぞれ代表として、もう日本中のイケメンを、粒揃いのイケメンをここに詰め込んだんだよ。すごいね、ミックは。いや、もういや、すごいっすよ ね、自慢のすごいっすよね。謙遜なし、君たちの話よ。倉田さん、あれですか、趣味特技料理なんですけど、得意料理なんて教えてもらったりしていいですか。あ、得意料理は、カップ麺ってわかりますか。いや、おお、ちょっと珍しいカップ麺ですか。ないな。得意料理。そうです。でも実際の得意料理はヤンニョムチキン。あ、美味しいやつじゃん。チキン、韓国料理のね、美味しいやつ。はい、料理自粛中に始めたばっかなんですけど、去年の5月ぐらいですかね。でも結構今得意ですね。すげー。得意料理でヤンニョムチキン出されたら、おすげーってなるよね。なるなるなる。お店行って食うもんだもんね。
青木さん、なんすか、特技庭作りってなんすか。庭作り史上すごいことになってるけど、高校の時に、造園の技能試験っていうのがあって、僕庭、日本庭園作れるんですよ。え、庭師の方なんすか。庭師です。すごい、庭師で17ライバーやって、そうなんですよ。多彩ですね。だいぶ趣味がちょっと広くて、今すぐアイドルやめなよ。やめない。今ここで言うことじゃねえよ。デビューしたばっかなんで趣味は PC ゲーム。そうですね、 PC ゲームめちゃくちゃしてますね。 PC ゲームダーツとかもめちゃくちゃ幅広くやってます。平和さん、ご出身が岩手県。あ、東北の方なんですね。はい、そうですね。どうですか、この5人、じゃあ今日からあなたたちはミックですってこう集められて、こう初めましてだったわけじゃないですか。どうですか、これから5人でやっていこうねみたいな意気込みなんての話したりしますか。いや、最初はでもみんな結構人見知りが多くて、なんでちょっとちゃんとみんなで心が開くまでちょっと時間かかってたんですけど、まあ徐々にちょっとずつ仲良くなっていってみたいな。で、今だったら結構いろんなことを話したりとか、もっと頑張っていこうよみたいな、いろんな活動していこうみたいな、俳優とかもって。あ、いいっすね。しっかりした。5人の中で舵取りをしてるのって誰かいるの。舵取り、舵取り、どうだろう。でも結構みんな、何なんだろうね、舵取り、リーダーシップ。いや、でもリーダーっぽいけどリーダーじゃないんですよね、あんまり。どっちだ。あ、平田さんが一応、まあ一応リーダーなんだけど、一応リーダーなんですけど、やらせてもらってます。なんか結構、何だろうね、あんまり、そうだね、なんかいないよね。そうだね、そう、みんなが同じぐらいの立ち位置でやってるみたいな感じなんで、みんなが言いたいことを言ったりとか。そうなんですね。なんであまりリーダーだからっていうことはなくて、みんなが同じ立場で言いたいこと。本当に一つのチームとして、あ、そうです、そうです、うん、それぞれのカラーを持ってっていう。はい、なるほどね。グループ唯一のツッコミが青木さんです。僕だけしかいない。お、福利だな、青木さんだな。全部ケツ脱ぐようしてない。みんな自由なの。みんな自由なんで、もう言いたこと言うんで、ちょまだまだってな。なんかあれですよね、皆さん年齢が近そうでね、気が合いそうでいいですよね。あ、そうですね。結構みんな、そうですね、下が21で上が24。中澤研究員。何だい？あれ、20代の頃何してました？20代の頃、アクションの勉強し始めて、ヒーローショーにやり始めた頃かな。すごい。すごいな。舞台とかやってて、でもフラフラしてた。そうだね、何者でもなかった気がするよ。私何者でもなかった頃。いいっすね、前途洋々で。ねえ、いいっすね。じゃあ今回、まあね、俳優も歌もってお話さっきね、いただきましたけれども、我々のこの番組のタイアップ曲、そうですね、歌っていただいたんですけれども、ありがとうございます。おいで、おいで、こちらどんな曲ですか、お二人。これ今までミックで曲歌ってきたのは結構可愛い感じの曲が多かったので、今回ねめっちゃすごいかっこいい曲を歌っていただいて、すごい難しかったですね。あ、そうですか。結構ね、なんか乗りやすい曲で、みんなキャッチーな曲っていう風に作ったんで、なんか楽しめるような曲じゃないですかね。すごい耳に残るよね。そう、残りますよ。音もすごく綺麗で、そうですよ、歌も曲、歌、音楽自体もすごく綺麗に構成されていて、聴いてて、あ、すごい耳に入りやすいって思った。ね、嬉しい、すごい。本当にもミクの皆さんのハーモニー綺麗でね。これタイアップ曲ってことで振られたと思うんですけど、胸キュンラボですって言われて、第一印象ぶっちゃけどうでした？胸キュンラボですよ。あの胸キュンラボか。うめえ。ありがとうね。ありがとうね。どうも助かります。本当すいません。初めてのタイアップだったので、そうですね、結構みんな喜んでました。本当に。あ、そうですか。まあレコーディングもあったと思うんですけれども、まあご時世もありまして、多分そのまとめてのレコーディングはされてなかったと思うんですけれども、一人ずつ歌っていって、どうでした？でも結構一人ずつ歌い、なんか地獄のような厳しさがありましたね。厳しさ、本当にタイアップ、初のタイアップだった。作曲してくださった方も今まで以上に熱が入って、こうだみたいな。ありがとうございます。何回かレコーディングね、撮り直して、結構長い時間撮りましたね。じゃあゆえのシンクロ率なんだろうな。嬉しいですね、めちゃくちゃ時間かけていただいて。レコーディングする時の順番って決まってんですか？いや、でもそれは特に決まってはないですかね。普通にいい、なんか俺最初がいいみたいな、そんな感じなんだ。そうなんだ。後ろに仕事があるからって人は結構早かったり。なるほどね。そんなにあれはないんですけど、やっぱ意識しますか、こうメンバーがこういうアプローチできたから、あ、俺こういうしてみようかなみたいな。あ、でもやっぱその
撮りながら前のメンバーこうだったよみたいな流してくれて、うん、って違うな歌わり欲しいんで、違うふわりでちょっと歌ってみようかとかはちょっと意識したりはしますね。いいっすね、このチームとはいえちょっとバチバチしてる感じがね、いいっすね、どんどん高め合っていけるのがね、そうですね、なるほどね、はい、で今回の胸キュンラボ的にはあの歌詞のキーワード、すいませんね、ラトウさんたちが好き勝手で、全然全然なるべくキャッチーなの選んだつもりだったんですけど、ただそのワードがあの時代に合ってるかどうかって いやでも本当にありがたいですよ、すごい綺麗にまとめてくれたんですよ、うん、歌詞、うん、ねえ、おいでっていうこの3文字にまとまったのがすごく綺麗だなって思って、結構連呼しますもんね、そうめちゃくちゃ連呼、めちゃくちゃ呼ばれるなゲシュタルト崩壊起こしそうなぐらいおいでしかも終盤はこう順番においでって呼ばれるんですよ、ね、もうイケメンメリーゴーランドが止まらないわけよイケメンメリーゴーランドいいっすね、おいでおいで言うて順番にこれいいな、なるほど、なんかないかな、我々もこうミックの皆さんにこうね、はあ、何かお力添えできるようなことが、あーまあ まずはね、我々が全力で宣伝することが ね、まあ、ありがたいですね、毎回かけたいよねい毎回かけテーマソングです、あ、まあ、そうかそれ以外のここ以外の別でどうするなんかこうそういうミックのロゴとかあのワッペンとかそういうのあれ常に持ち歩く、ああなんかこと断るごとになんかこのミックのみんなのね、うん、なんか可愛いポイントだったりとかちょっとミックの情報をね、うん、なんかこう流していくとか、うん、あ面白そうですね、めちゃめちゃありがたいです、ありがたい話、昨日の倉田さんはサムゲタンを作ったそうです料理につけてそういうなんかタレコミ的なやつ、あそう面白そう、プチミック情報いいですね、そういうの流していきたいですよね、うんうんうん、じゃあなんかもういいバランスでとにかく我々でねお互いにちょっと乗っかっていきたいじゃないですか、我々としてもこのミクさんの若いエネルギーにね、うん、あやかりたいあやかりたいぶっちゃけて言うあやかりたいあやかりたい、みんな若いんで、あやかっていきたい、はい、ぜひあやかってもらったら、待ってください、いいですか、よくない、全乗りで一つ全乗りでやらせてもらえたらなぁ思いますんでもうすぐ40の男たちが重てぇなだからじゃない、何言ってんだよそういうのはさ、やっぱお互い様だからさ、お互い様だから本当に我々が最大限力を発揮できることで、うん、あのミックさんのサポートもできて、お手伝いできることがあればね、よろしくお願いします。とにかく若い力をいただいて、素敵な歌を歌でいただいているんで、それをね全力で、はい、サポートしていただくことやっていきたいと思います、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。というわけで、はい、ミックの倉田さん青木さんにはまだまだちょっとお付き合いいただきますけれども、はい、ここでちょっとこちらを、挟んでいきます。はい、ここで100シーンの恋プラスからのお知らせです。ニュースその1、100シーンの恋プラスでは特別捜査密着24時のイベントが VIP ルームにて開催中です。特捜11周年をみんなでお祝いしませんか。詳しくはアプリ内をご確認ください。ニュースその2、100シーンの恋プラスでは8月もストーリー配信は盛りだくさんです。うっかり婚、目覚めたら訳あり上司の妻でしたの新キャラクター木場蔵之介本編も配信予定です。お見逃しなく。ニュースその3です。チャンネル会員限定でキングセブンの胸キュン研究レポートを7回連続で公開いたします。キングセブンが胸キュンについて調査と解析を深めレポートを提出します。あと 1% で運命の恋の桃地高音、恋人は公安刑事の難波仁のレポートを会員限定のブロマガで公開中ですのでお楽しみに。以上100恋ニュースのコーナーでした。というわけでお送りしてまいりました胸キュンラボ、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。投稿は胸キュンアンダーバーラボアットマークボルテージ .co.jp 宛てに送信してください。さらに胸キュンラボチャンネル会員になりますと番組アーカイブをお楽しみいただけるほか、会員限定の研究レポートや100個いショートドラマをお聞きいただけます。今夜のドラマはお隣さんにご用心、ダミーヘッドマイクでお届けします。どうぞお楽しみに。さあね、ここまでねお付き合いいただいてますが、どうですかこの番組のペース。いや、いいですね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。息上がっちゃったんですもんね。すごい上がったですもんね。あのもうそろそろね、すごいね、あの水飲まないとこれ頑張ろうね、頑張っていきたいと思います。ミクロ倉田さん青木さんにはこの後会員限定パートで胸キュンゲームにチャレンジしていただきますのでね、引き続きよろしくお願いします。ということで今夜の一般配信はここまで。お届けは中澤雅智と佐藤拓也と本日のお客様ミクの倉田直樹とミクの青木力人でした。今週も100恋プラスで胸キュンの週末をお過ごしください。